昼時には駐車場が車でいっぱいとなった会津坂下町の空山。熱々のラーメンももちろん人気ですが、多く注文されていたのが、お待たせしました、こちら100円ラーメンになります。会津坂下町の名物、冷やしラーメンです。茹で上がった麺は水で締めて冷たいスープと合わせます。さらに大きな氷も2つ入ってスープはキンキン。見た目も涼しげな一杯です。先月は連日の暑さもあって冷たいラーメンの注文が6月の2倍ほどに増加しました。涼んでいただければすごい嬉しいですね。この食欲も低下してくると思うので、この暑さで。今日も多くの人が100個いい一杯を味わっていました。北方結構来るんで、試合というと北方行こうかこっち来ようか迷って、暑かったんでこっち来ました。暑い時には冷たいものか、それともあえて熱いものか、皆さんはどちらを選びますか？